ということで、3試合目もやっていくんですけども、なんだ3試合目です。ちょっと、連敗でーす。今週まだ一度も勝ててません。やばいやばい、マジでね、マジで、前回の動画で見てるんだけど、マジで打撃の調子悪すぎる。ひどいよ、この、マジで。この週だけ難易度絶対 1.0 になってんだろうレベルで調子悪いんだけど、どういう調子これ。これ、長身ね、は外れてもらって、ね、長身でもはや、もう、キレの方が出てるからね。本職ピッチャーだってことも、本職ピッチャーが証明されました。サマ地方。どうしようかな。山の雪子、調子がめちゃくちゃ落ちてる。一試合だったらどうだろう、ワンチャン行きはサードに来るかな。頑張ってほしいな、サード、頑張ってほしい。で、藤川もショート、やっぱり、こういう時こそ、普段に、原点に立ち返っていくのが大事。ってね。ことですよ。はい。じゃあ2兵じゃねえ。あと、サックお前、そろそろ2軍系。先発とは誰いける？大田は。よし、大田は頑張ろう。久々の先発。で、ハニシタがちょっと調子落としてるけど、まあ、そこは、問題ないかな。ハイラムが、でもな、上げる外国人いないし、稲葉は調子いいか。で、稲葉を持ってくるか、どうしようかな。誰発？時はちょっと一回2軍行こうか。で、稲葉1軍。はい。OK。よし。これで左ピッチャーがなんと、藤島しかいなくなったと。はい。あとみんな右。ありえねえほど偏ってるな。で、あれ、長身でもいるからね、ピッチャーね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ピッチャー9人いるんだけど、9人じゃないからね。もう10人目のね、10人目のピッチャーいるから。調子上がってるから、使えるよ。実戦で投げてないから、どこまで使えるか知らんけど。さ、歌は。うん。さ、今度と、サーバー地方じゃない方がいい説ある？そこを今すぐにしようか。さ、もう固めていくよ。もうこの試合は絶対固めていけない。前原だったらこれだけできると思うんだけどな。ただ大田は次第だね。大田はちょっとあんまり、ここ最近の大田はがね、あんまよろしくなくて、まあ今までずっとね、表ローテに入れてたんだけど、表ローテの3番手としてぐるぐる回してたんだけど。まあ調子いい時はね、めちゃくちゃ抑えてくれるし、チームを救ってくれた時も確かにだった。だから、まあ大田はのその、大田はの評価、まあ一定の評価してる。ただ、ただ、それでもって感じだよね。やっぱ防御率5点台っていうのもあるし、同じでね、フォア、なんか、ボール先行になってるし。いやね、ここに1、2、3ね、初回切れたかったね、特に。マーロン、調子落としてるわけだから、ね。落としてるわけだからしか落とせないと。フーバーがめちゃくちゃ調子合いがね、うなぎ登りでしょ。だから、フーバーの勝負っていう形になるとリスクが伴う。まあ、ランナーがいない状態でフーバー迎えても、そこまでリスクはないじゃん。やっぱり。ね、ホームラン打たれた人も1点しか入らないし、まあ、ヒットだとしても、まあ、ランナー1人でしょって感じになるから。そこはいいんだけどさ。やっぱ、ランナーがいる状態でフーバー迎えるってことが一番、マジかなって感じだからこそ、やっぱフーバーの前のバッターのマーロンをしっかり抑えられるかどうかっていうのは、マーロンないし、誰だ ?OK、ホール、マーロンないし、誰だあれです。山上。うん。あ、これはまさか。前原、ちょっと、請求なんか。請求なん。お、これはあるぞ。前原。前、やったな。あ、オッケーオッケー。まあ、心理だ。これ、心理だといいのか。さあ、そしてね、調子がなんか、調子悪い割に頑張ってるよ、という子。あ、さあ、どうぞ。あ、まあね、あの真ん中のスライダー打ちたくなっちゃう。しゃあないな。まあ、正直、行きの試合はそんな3打猛打賞打ってたし、まあ、打ってなくても知らないかなって感じ。うん。甘いな、甘いけど、ね、だから厳しくしたところなんだよな、この今のそのチーム状況を見るとね。やっぱり。そう。まあ、評価っていうのはね、相対的にするものだと思ってて。やっぱりチームの評価悪いとき、チームの評価じゃない、チームの状態が悪いときに、やっぱりその、ね、ヒット1本打っただけでも、やっぱちゃんと、そこを褒めてあげるべきだと思いますよ。うん。まあ、点が入らなかったとしても、なんかね。うん。そう。前よりかは良かったっていう風に言えるところが一つでもあるといいかな。ちょ。させ。OK。よしよしよし。よし。エラー VS。
エラー VS 暴走。エラーが勝った。エラーが勝ったってこと？わかんない。暴走が勝ったって言ってもわかんないけど。おーっしゃ、西森ナイス。いいね。やっぱミートエースは貴重だな。調子悪かったとしてもやっぱ、大事だね、ミートエースって。ミートエースは、相手のチームだと、フーバーがそれに当たるね。該当するよね。まあ、フーバー調子悪くても全然強かったからな。だから、やっぱそうなんだな、って感じ。おし、あ、帰れないか。オッケーオッケー。ここはもうガイアフライ狙いで。まあ、小技 B もあるから、なんか、ガイアフライとか打ってくれそうな気配。お、すげえ注文通り。注文通りだな。いや、石田なずな、やるな、マジで。まあね、他のキャッチャーがみんな年取ってんので、年取ってたり、ちょっと、頼むようことかで、なんか使えないキャッチャーがいたりするので、ちょっと、多分ね、今年のドラフトでキャッチャー取ります、絶対。絶対キャッチャー取るんだけど、一人ね。絶対一人取るけど、絶対一人取って、まあ多分ね、宮山南年だし、岩城真理子そもそもキャッチャーからファーストコンバートしてるし、で、沖原も全然なんか、沖原を実戦で使うとか、なんかね、ファーム級のキャッチャーを仕方なく一軍にやってるみたいな感じなの、そんぐらいの実力だから、このキャッチャーの層がね、結構薄くなってるなっていうのを感じてて、年でね、主に年の関係上。年がなかったら全然強かった、キャッチャー。正直、宮山みなみの性能がぶっ壊れてたから、宮山みなみの性能がぶっ壊れてたし、岩城真理子もね、それなりだったから、それなりだったから、OK。ナイス。ね、全然キャッチャー心配ないなと思ってたんだけど、なんか、ね、割と劣化が激しいっていうことに気づいて、劣化激しいというかね、もう30後半なんだよね、二人とも、宮山みなみも。30後半だとさすがにきついなって感じがあるから、なので、ドラフトでは絶対にキャッチャー取ります。キャッチャー取って、あと野手をね、ちょっと数増やさないといけないなっていうのを感じてて、多分今年も野手引退する選手いるはずだから一人二人ぐらいはね。一人二人ぐらいはいるというふうに予定しておりますので。なのでその分上回れる3人ぐらいの野手を確保しておきたい。ドラフト7人まで選べるので 1-3-3 ぐらいがいいかな。キャッチャー1の野手さん、ピッチャーさん。ピッチャーは、結構ドラフトのその、年によってピッチャーが強いドラフトと野手が強いドラフトがいるので、まあ、それは変わるんですけど、全然ね。だから見たところ、事前にそのドラフト行けるじゃないですか。割とね、ピッチャーが強そうだなーっていうのを感じてて、今年のドラフトに関してはね。今年っていうか、来年というか次のドラフトか。次のドラフトに関しては結構投手の方が強いんじゃないかなって予想してて、っていうのを考えると、ワンチャンもしかしたらピッチャーが多くなっちゃうかもしれないなー。それでも、なお。またうちの、そのブルペンとかがね、ほとんど結構新人が多いので。まあだから、まあね、何年か後にはね、ちょっと頑張っ、なんか、最盛期を迎えてくれそうな期待は、わずかに抱いてたりするけど。いいね、本気は決まり、岩城真理子。めちゃくちゃ噛んだ。しかし、それを踏みにじるゲッツ。岩城真理子って地味に言うけど、岩城真理子。あー、なんかね、なんかちぐはぐだね。打てているんだけどね。打ててるんだけど違うだね。そういうところかな。やっぱそういうところが調子悪いの出てるけど、石田なずながめちゃくちゃいい仕事してくれてる。石田なずながめちゃくちゃ頑張ってくれてる。いいね。犠牲フライ元い。いや、すごい。いいね。もう2打点を叩き出してるから。素晴らしい。パチパチパチってやりたくなっちゃう。まあ、ただね。全然試合はまだ序盤なので、本当に気が抜けないし。あれも、チーム状態悪いとね、こうやってね、こういう形で繋がって点取れるっていうだけの感動するよね。うちもそもそも、あ、いただ、その感動を無にする、ソロアーチが、ソロアーチを描いていきました。強いよ。強いよって。強いなーって感じ。オッケー。いいね。山上。悪くはないんだよな、太田は。悪くはないんだけど、良くもない。難しいね。悪くはないんだけど、良くもないっていう。なんか、普通。良くない。それは良くない。良くなくなりました。急に、悪いの方に、ガクンと傾きましたね。
いやー、だからマーロンなんだよね、割と。フーバーをさ、これまでまた警戒してたけど、割と警戒するのはマーロンかもしれない。っていう世界線。そう、荻原、出塁はしてほしい。もう、ね、頭にボール当たってもいいから出塁してほしいんだけどな。藤掛も同じだ。君も同じ。君たちはとりあえず出塁をしてほしいんだ。フォアボールでも全然いいんだけど。フォアボールを選べって言うてる割にミートの作戦を立てるっていうちょっと鬼畜なことしてるけど。いやー、手が出ない。手も足も出ないとは思う。あー、1、2、3が、もう1、2、3がもうワン、ツー、スリーとかちょっと。ピッチャー変えます。ここでさ、ついに二刀流デビューだろ。長嶺桜。ほら、ね。まあ、見て分かるけど、防御率、点点点点点、点点点点点だから。初登板です。はい。さあ、ドキドキ緊張の長身の初登板を見届ける回。あ、もうこれだけでも貴重だね。だって昨日野手で試合出てた。あの長身の、今日野手で出てね、ヒットを打った。打率3割3分3厘のあの長身の、今日はピッチャーをやってるっていう奇跡です、これはね。こうなんですよ。エレファンツの二刀流です。はい。どうも、エレファンツの二刀流。長嶺桜です。はい。これ抑えられたらかっこいいぞ。あ、ちょっとちょ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 、まずい、まずいぞ。え、大丈夫、抑えられる。まあ、タイミングマイナス1だし。まあ、そういう問題じゃなかった。あー、点が入ってゆく。頑張れ。長嶺桜ダメ？いや、もう、能力的には悪くないと思うんだよな。ダメか。いや、それか、あれか、実戦で登板してなかったからか。あ、走るんだね。5点差で走るんじゃねえよ。5点差で走るんじゃねえ。不文律破るんじゃねえ。5点差で走るなーって言いたい。あ、マーロン落ちちゃった。あ、ボイスがひどいなって、40.50になってた。あれ？長嶺桜出したらダメだった。案の定だよね、まず。三立て案の定だよ、本当に。いやー、ダメか。今のチーム状態じゃダメか。7点。いや、7点。そもそも7点取られる時点で終わってんだよな。別に打線がさ、どうのこうのとか言うです。打線に7点を取らせるのを求めちゃダメで。本当に。良くないよね、こういうのが。マジですか、5点でさ。まあ、しゃあない。野間も今日、マルチヒット取ってるから何も言えないんだよな。スーパーですので、左ピッチャーを当てたいけど、稲葉を当てる。左ピッチャーがいないんだよ。そういえば。なんか藤島小春しかおらんかった。あ、そしたら打たれました。ああ、もう、やりたい放題やられてんね。本当に。やりたい放題だね。打ち放題じゃん、こんなのね。バッティングセンターです、これは。もし、バッティングマシーンよりも、劣ってるわ。バッティングマシーン大体ストライクでしょ。頼むよ。あー、オッケー、ゲッツーね。はい。ゲッツーはいいんだけどさ、ゲッツーはいいんだけどって感じだね。そんな、なんか、ゲッツーを取るためにフォアボールとかやんなくていいから。あー、玉木美智子さんいた。オッケー。勝てないね。なんでだろうね。ちょっと、誰か勝ち方教えてください。もう勝ち方わかんないです、ちょっと。このチーム勝たせられる気ないです。勝たせられると思えないんですけど。北崎で。まあいいや、とりあえず北崎タイムを出しとけばどうにかなるだろうって。流れ変わるだろうみたいな。ああ、いいね。いつもと結局変わんないことしてるからね。流れが変わるわけがないんだよ。ダメか。麦わくじかけはダメか。そこら辺。ああ、でも人った。オッケー。これは復活の兆しが見えるんじゃないの？OK、まあ、トレーさせとくか。OK。よしよし。まあ、これ1番、2番ね。あ、いい感じ。あ、これ結構長いか。割とね、このね、1、2番でね、ツーアウトから点取れたのはでかいな。ワンチャンこれ復活の兆し見えたかもしんねえ。おお、ゼロ打率のホームラン。あ、いいじゃん。打率の流れとしては悪くない。こういう試合ができればいい。こういう試合ができれば、これは多分次には繋がっていくはずだわ。
そう信じたいわ。いや、やっとなんかね、やっとそれらしい攻撃ができてきた感じはある。そういう感じ。そう、ホームランで一掃はするけど、っていう、なんかそういう感じのやつ見せほしかったな。オッケー。そのね、感じが見せられてるから、キャッチでね、セカンドかな、セカンドか。っていう感じはあるからいいかな。お金まで。どうしようかな、ピッチャー。まあ、ちょっと、せっかくだし、池本を使おうか。池本がね、スランプ気味とかっていうのもあって、まあ、新人っていうのもあるから、そういうのもあるんだろうけどね、対応しきれてない感じがね、あるよね。まあ、しゃないな、それに関しては。少しずつ慣れていくしかないっていうか。まあ、いや、まあ、新人なのに、いきなりセットアッパーっていう重荷を背負わせたのが、もうあるのかもしれないけど、ただ、今のプロ野球、なんか、普通に新人がめちゃくちゃ頑張ってるイメージが強いから、ね、新人なのになんか、何十試合連続無失点とか、本当にルーキーですかみたいな感じいるからね。だから、ぜひ手元にもそうなってほしかったんだけど、で、まあ、3点差、これワンちゃんいけるんじゃねって思ったところに、絶望のハドリージャックっていうのよ。ハドリージャック決めてるから、ね。これハドリー、もはやもうジャックを出させないために9回点取られるっていう作戦ありだぞ。9回セーブシチュエーションでなければ多分、ジャック出てこないと思うから。3点差までがセーブシチュエーションなので、なので、あと、ついでに1番に報復支給してんだけど。不運率を破った。1番だっけ ?2 番だっけ忘れちゃった。忘れちゃったからいいや。なんか、ね。こいつ不運率破りやがってって当てた相手が実は全然違う人だったらちょっと。それは、あれだよね。良くないから。むしろ教育上良くないから。別に何も教育はしてないけどな。教育上よろしくないから。これなんかね、一発逆転のホームランみたいな。人間って危機的な状況になればなるほど一発逆転を狙いたくなっちゃう生き物らしいんでね。なんかリスクマネジメントでそういうのがあるってことを学びましたっていうお話。ダメだ。一発逆転をかけたらダメだった。どうしようかな、ハイラムで。調子の悪いハイラムをあえて当てるっていう作戦。作戦でもね、なんでもないけど、やっぱ外国人同士戦わせた方がワンチャン勝てるんじゃねえかっていうようにね。いや、てか、この3連戦あれだな、マーロンにやられた印象が強いのはやっぱり、マーロンが強かったね。マジで、マーロンが強い。本当に。ねえ。マーロンが強いですね。ってお話でした。さあ、しかも抑えてほしいよ、ここは。ね。まだワンチャン価値あるから、価値あるからね、ワンチャンね。そう、3点差、3点差、でもね、こうね、ハドリージャックっていう流れができたんですよ。なんだこのジャックとかいう、イカれたクローザーは、パーシーより強いじゃねえかっていう。まあ、パーシーも強いのか。わかんないな。どっちが強いんだろう。でもね、パーシーより個人的にジャックの方が強い気がしている。さあ、なんか一心向き通しな。ランナー二人出ればね、ホームランで同点になるからね。じゃあんだけど、そもそもそのランナーすら出させてくれないと。だからね、ホームランって調子上がってるロダリックくんなら、打てるわけもなかったと。試合終了です。三立てです。はい。まあ、予想はしてた。正直、覚悟はしてたわ。三立てくらってもまあ、そこまでにダメージはない。あとは二軍戦試合でできてる。そういうのとでもいい。いや、悪くはないんだよ、打線。この7回のね、3点はね、良かった攻撃としては。なんかうちのね、お得意のパターン、2アウトからでも1番が打って、盗塁して、まあ盗塁はあんまりしないんだけど、ね、盗塁して送って、ランナーを得点圏に送って、で、返すっていう、そういう、いい野球ができていた。ただ、やっぱり、どうなんだろう、うちの自慢の、この長打力っていう点が不発だったのと、あとは、そもそも、打撃陣5点取って、まあ、5点って割とでかい点だと思うんだけど、それをはるかに凌駕する失点と。
やっぱ長峰を出すのは良くなかったね。首位攻防っていう、首位攻防で出すべきピッチャーではなかったってことは確かだ。そこが反省点だな。うん。首位攻防なのに、なんか出てくるピッチャーおもちゃみたいな。そういうのは良くなかったね。すいません、僕のこれ系統の問題もあるね。だって、一応5回まで4点で抑えてたわけだから、大田がね。だから、その6、7、8、9、じゃあ、ピシャッと抑えられてたら、4対5で勝てたわけだし。まあ、家庭上の話だからね。そんなこと、どうでもいいって話だけど。いやー、来場者数が2万切っちゃうよ、これ。頑張って。頑張って、なんか、調子上がんないかな。ちょっと頑張ってほしいね。6.5 ゲーム差きついね。頑張って追うしかないんだけど。いや、そろそろマジックが点灯しそうな感じはあるな。ちょっと頑張って食らいついてほしいです。はい。それじゃあ、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。